ミステリー。こんばんは、おばちゃんです。このね、東京シークラブでもちょっとね、いろいろ皆様からのご意見いただきまして、王道なニュースをね、追っていこうかなと。今までもね、王道なニュースを送っていったんですけども、特に選閲してね、選んだものをちょっとこれからね、検証していきたいかなと思います。先生、今日検証したいこのツイートは、なんかね、ごめん、冒頭からなんかペット臭プンプンですから、そんなことないですよ、おばちゃん、王道ですよ。いや、みんな離れないで。いや、しょっぱなから来てますから。いや、王道ですよ、うん。で、このツイート、バイデンってはだけでなく、蓮舫も偽物ですって。蓮舫に影武者なんかいんの？しかもね、蓮舫っていうの。いや、これ本当なの？正直あまり似てもいない別人です。写真は広い、ね、今出てくるのは、いつも左側。アメリカと同様、日本もかなり浄化進んで最終段階です。いや、ちょっと待ってよ。いや、影武者はもしいたとしよう。うん。けど、その名前レンコンなんてつけないでしょ。あ、みんながそうレンコンって呼んでるってこと？うん。あ、でも、口をちょっとみんな見てもらいたいの、口。あと、鼻の形とか、目左、レンコンの方がちょっと大きい。これ、メイクでしょ。シワはほとんどないと。うん、これ、メイクでしょ。おばちゃんもさ、面白いから、乗りたい。乗りたいけど、うん、王道だから、東京シークラブは。うん、乗りたいけど、これは乗れないよ。それで、こういうツイートもあったのね。完全な別人にすれ替わった蓮舫。この別人がそのまま国会に出るのだろうかと思って見ていたら、本当にその別人が国会で答弁していた。現場にいる人たちはこの偽物の蓮舫を見て、何の違和感も感じないのか。だとしたら国会は本当にただの茶番劇だよ。この映像でも蓮舫でしょ？うん、だって、ねえ、男性将軍これ見て、なしでしょ。ちょっと動画じゃあ見てみる、うん、租税や公債などによる政府支出は、国会を通じて国民の承認を得る。それが財政民主主義。総理ね、人事に関する機微な情報、個別名刺とか、この人はこういう理由だ、そこはいいんです、別に。ただ超過支出禁止、流用禁止、会計年度独立、3つの原則で執行が、縛られています。次第の人はいなくなった、若手はいなくなった、そして、女性もいなくなった、バランス悪くなってるじゃないですか、結果として納得したんですか？台湾当局に私の席の確認をしていたところ、昨夕、代表所から連絡がありまして、私の席が残っていたということを受けましたので、改めて報告をさせていただきます。いよいよこの問題は、杉田官房副長官に国会にお越しいただいて、実務を取り仕切った方に直接お伺いしないと、全貌が明らかにならないということがむしろ明らかになりました。いよいよこの問題は、杉田官房副長官に国会にお越しいただいて、実務を取り仕切った方に直接お伺いしないと、全貌が明らかにならないということがむしろ明らかになります。これマジで、ああなんか違う、あ、すげえ、これ見つけた人、あ、この人、なんかちょっと紹介文載せとくね。もしよかったら見て。え、マジで？別人じゃない？嘘。え、あれがリンコン？確かになんか、ねえ、ちょっとなんか、スカスカっていうか、なんかそんな感じする。本物と言われてるこの映像では、ぽっちゃりしてる方が本物っぽいよね。で、スカってる方が、レンコン？あ、うまい名前じゃない。いやー、これでわからないけど、でも、この人の言ってることはわからなくもない。
え、ということは3人いるの？1月にも言われてたじゃない。この人とも違うでしょ。え、3人いるってこと？いや、あの、確証は持てないけど、まあ、疑惑という点でね、で、蓮舫と蓮根、じゃあこの人何？通報？通報なのかな。いや、でも、この人はちょっと、ねえ、3人の中で若い感じはするかな。あくまでも噂ですけど、全然ね、全員、同じかもしれないし。けど、ちょっと、この人が一番若く見えるかな。どうなんだろう。なんか今回の動画でまた B 級種がぷんぷんと漂い出してるんだけど、このあの東京シークロで出してますよ。前回のワシントン DC の記事なんですけど、ヘリコプターがさ、低空で飛んでる、なんか画像上げたじゃないですか。なんか一部の人から、すごい量で、あれ前のなんか演習の映像ですよって教えてくれた人いいね。前のがごめんなさい。いや、また、いろいろ調べてんだけど、ちょっとよく、おばちゃんもね、なかなかその、記事元にたどり着けないの。いや、でも、甘いの人がいっぱい教えてくれたの。ごめんなさい。先に言っとく。ごめんなさい。違うかもしれない、あれ。いや、でもおばちゃんね、ちゃんとした、あの、情報源から、あの、情報をお伝えしたのよ、みんなに。ツイッターだけど。いや、みんな失笑しないでお願い。ちょっと待って、みんな。いや、多くの人が言うから、もしかしたらそうなのかなって、おばちゃんちょっとね、ブレてる。嘘っこじゃないです。いや、ツイッターって、え？すごい情報源じゃないの？おばちゃん、釣られた？もしそうだったらごめんなさい。先に謝っとく。それで今日はね、ちょっとね、これまでのアメリカのまとめをやろうかなと思ってんだよ。両方のね、視点からね、ちょっといろいろお伝えしようかなと思っております。それで前回の動画上げてから、SNS でもね、めちゃくちゃ連絡くれた方いたよ。で、これを言われた方の、まあ、総合が、まあこんな感じかなと思うんだけど、緊急放送はなかった。大量逮捕はなかった。共和党は未だに誕生してない。バイデン政権は誕生し、政権を動かしている。この4つがよく言われてたんだけど、おばちゃんの立ち位置ね。おばちゃんの本心なんだけど、緊急放送今後あるかないか。言ったら、ないが9割。あれが1割。そのね、根拠は何だかっていうと、暴動があった時さ、警察官の方では確実に亡くなってる方いるじゃん。で、これ以上いろいろ、まあ、怪我されたり、でも参加しててもさ、ちょっといろいろね、ひどいことされてる人とか映像映ってたじゃない。トランプって基本、優しい人だと思うのよ。だから、もし、できるんだともうとっくにしてると思うのね。で、未だにそれはないじゃない。ぶっちゃけ、おばちゃんは、本当は昔はもう絶対あると思ってたけど、今は、ないが9割だと思う。で、あれが1割。ただ、前の動画でも言ったんだけど、あるっていうふうに、信じたいのよ。そのね、まあ、言ってる人多いじゃない。それの本心は、もう真面目にやってる人がバカを見て、ずるとか悪いことをやってる人は、得するとかそういう世の中って嫌じゃん。そう思ってる人のね、もう気持ちはそういう風に出てるのかなっていうのと、あと、すごいこと言ってる人もいる。すごいこと言ってる人いっぱいいる。だって、トランプが宇宙人と交渉して、これから何？宇宙人軍がなんか地球をなんか影で動かすみたいなこと言ってる人、いや、笑ってないですよ。証拠がないから、それがね、嘘だとは言わない。だって誰も証拠ないもん。宇宙人がね、これから支配するんだって。そういうこと言ってる人もいっぱいいる。いや、笑ってないですよ、おばちゃん。うまいこと言う人もいる。その時が来れば、もう、みんなわかるから、
その時まで心の準備をしとけっていううまい言い方する人もいる。いや、それは嘘とは言わない。おばちゃんだいぶやられた、それで。心の準備しなきゃいけないんだ。でも実際さ、心の準備ってのはどうすればいいの？おばちゃんずっと考えたんだけど、ヨガとかすればいいんだ。健康的になればいいってことって。さらに混乱しちゃったんだけど、まあおばちゃんはどっちかっていうと、おばちゃん発信で、なんていうの、こういう事実があるんですよっていうより、よくみんなに言われてる、井戸端会議はここ。でも冒頭のね、ことは撤回する。報道とかメディアとか無理や、おばちゃんには。もうそれはみんな分かってる。言ってよ。それで、逮捕はなかったと思う。あと、共和国は未だに誕生してない。この二つ。それはね、おばちゃんもよくわからない。ゲセラとあとなんだっけ、パセラだっけ。あれもよくわからない。今度それもね、みんなで勉強してみようかなと思ってるんだけど。実際、これはちょっといろんな人の意見があるから、おばちゃんはね、混乱しちゃってる。よくわからない。バイデン政権は誕生して政権を動かしている。実際、いろんな方からね、こうなんだって言ってる方からもメールとか来んのよ。ダイレクトメッセージの SNS で。で、面白いんだけど、今回、右も左の人もめっちゃ来てんのよ。あと、よくわからない人から。とか最近知った方。で、右の人でも、まあ、そういうことかって納得することから、やっぱり宇宙人系の人多い。今、この地球、ノアの箱舟みたいで、選別されてんだって言ってる人もいた。で、左の人で、まあ、調子こいてるとどうのこうのっていう、変なね、イカラポンチもいる。で、左の人でも、ちゃんと言ってる人いる。ちゃんと見るやって、これとこれとこれは違うだろうって。これ説明しないで、お前これ違うっていうのおかしくないかって言ってる人もいる。で、それは確かに、おばちゃんもそう思う。それなんで今回はちょっとね、おばちゃんちょっと疲れた。ポテチタイムに入りたい。ポテチとコーラ今準備して、もうコーラちょうどよくキンキンに冷えてるから、近くのねスーパーでね、冷えてないやつ店頭に置いてあるの。そうすると、ね、30円引きなの。冷えてるやつだとね、プラス、あ、ってかね、30円プラスの値段なの。もうそろそろ冷えてきてる。おばちゃんちょっと休ませて、クールダウンさせてちょうだい。それなんでね、両サイドの意見で、おばちゃんが感じた、これは確かにそうだ、これは違うぞっていうのをね、ちょっと動画にアップしてみたいと思いますので、特に怒んないでよ。SNS。で、あと、お願いだから、石川って人いるじゃん。あの人とまあ同じかっていうのやめてちょうだい。亡くなったママが悲しいもん、それはやめてちょうだい。ね。見た目も同じは、ほんと許さねえぞ。いや、もう、地声で言っちゃうけど。お前も見た目も同じじゃねえかって言ったやつ、ほんと許さねえぞ、お前。いや、もう、それは、撤回してちょうだい、お前ちゃん。ちょっと歩けなくなるでしょ。やめてちょうだい、それ。ガチに切れたから。じゃあ次回の動画、よろしくお願いいたします。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。